はい、皆さんこんこにちはネット物販講師の黒沢です今回は、音声だけの動画になります始めから終わりまで何言ってんのって言われちゃうかもしれないんですが私、一応ネットビジネスの世界で10年ぐらい生き延びてきた人間としてビジネス、商売の暗部汚らしい部分だとかドロドロした部分っていうのも、まあ、少なからず見てきたわけですね。 直近でいろいろと調べていたことがまさにここと当てはまる、この何とも言えないぐじょぐじょってした部分と一致するような、ある出来事というか一連の騒動がありましたのでそれについて言及させていただきたいと思いますただそれをただ話すだけだとある種胸くそ話みたいになってしまうかもしれないので着地点とすれば終盤でも申し上げますが やっぱり堅実に地に足つけて自分いや自分の切さであれば中国から商売し入れてアメリカアマゾンで売るだとか現実なネット物販だとかそういったものをやっていく社長気取り金持ち気取りのうさんくさい人たちだとかラリってる人たちってたくさんいるんですよ商売の世界しかしながら商売によってはそういう人たちと交流していかないと自分の経営が成り立たないみたいな嫌な しがらみっていうのも存在すると思うんですが少なくとも自分のネット物販に関してはそういうものは存在してないのでクリーンなビジネスを心がけるっていうことが大切だしクリーンなビジネスもやろうと思えばできるので気持ち悪いものに近づく必要っていうのはないよっていうことも改めて申し上げさせていただきたいなとそういった気持ちで一連の話させていただきたいと思います冒頭から訳わからないかもしれないですがよろしければ 睡眠のおともにもしくはドライブ中の BGM もしくは作業 BGM としてお聴きいただければなと思います鴨頭良人さんフランチャイズチャンネルでの炎上元マクドナルド CEO 原田栄光さんのご見解立花隆さんの器具ご感想コラボビジネスのリスクについて思うことっていうタイトルで動画を上げるつもりだったんです編集も終わって あとは公開するだけっていう状況になってるんですけどもそれをやめたんですよねざっくりと概要を説明させていただくとフランチャイズチャンネルというチャンネルで鴨頭義人さんという炎の講演家 YouTuber 講演家と自称している方が経営している焼肉マフィア池袋店の映像が流れてそれがめちゃめちゃ炎上したんですね でその炎上に際して、元マクドナルド CEO の原田英孝さんという方が動画で、鴨頭は自分が原田の一番のお気に入りだみたいなことを言ってるけど、あれは嘘だよっていう旨の動画の前半を今現在出されて、その動画がかなりヒットしている。ささらにそのの原田英光さんの ご見解について述べられた動画を見た立花孝さんがこれはまずいよ、鴨頭さんと今すぐ原田さんのこの動画に対する何かしらの説明動画を上げないとフランチャイズとして一緒に焼肉マフィアを経営している堀エモ門さんにとっても損害になってしまうからこれはちゃんと説明した方がいいっていう動画を出されてそれもわーっと盛り上がっているような状況なわけですね。 で、私もそこに便乗してこの一連の騒動について話をしようと思ったんですよ自分の見解とすればこの鴨頭さんの炎上に際して言いたいことが2つあると鴨頭さんどうこうっていうよりは鴨頭さんとコラボのビジネスを行っている堀エモ門さんやキングコングの西野さんの信者の人たちに物申すんだみたいなことを一ちって申し上げちゃっていまして 二つのポイントを押さえて欲しいんですって話を動画の中でしてました。一つ目はフランチャイズチャンネルでの鴨頭さんの炎上のせいで、 リエモンささんんや西野ままでいいい人だと思われてしまいかねないっていうふうにおっしゃる方がいるかもしれませんが私の見解とすればいやいやそれは違いますよなぜならばうさんくさくない人なのであればうさんくさい鴨頭さんとそもそもタッグは組まないとつまるところ鴨頭さんとコラボをした人っていうのもやっぱり大きな意味で抗議の意味で 臭い世界の人なんじゃないかなっていうふうに考えるのが自然なのではないかっていうことなんです2つ目はうさんくさいって言われるだけじゃなくってますよねと堀江茂さんであれば焼肉マフィアのブランド価値が下がったり西野さんも今まで一緒にやっていたコラボの公演の YouTube 動画とかに対して低評価がめっちゃつくだとか変なコメント書かれるだとか 実害が生じているのでやっぱり被害者じゃないかっていう方もいるんですがそれも違うんじゃないかなと考えているとなぜならばビジネスを行うっていうことはメリットとデメリットリスクとベネフィットこれを天秤にかけて鴨頭さんと組むとこういうリスクがあるけれどもこんだけの見返りもあるだったら見返りの方を取りましょうと リスクを背負ってでも見返りを取りましょうとそういう考えでそもそもコラボをしたはずなので今回騒動で鴨頭さんが騒がれてそれによって堀エモ門さんや西野さんの評価が下がったりだとかうさんくさいと思われたりだとかそういったことも含めてのビジネスですよとそのリスクの対価として報酬を得ている限りそこに関して変に同情しすぎる必要はないですよと。 いう話をしたんです。以前、情弱ビジネスを行っているだろうと私の個人的な試験ですが考えているユージさんやぶさんが炎上したことについても私は少し言及しているんですが炎上してボコボコに叩かれてかわいそうって思う必要はないですよとなぜならば炎上してボコボコに叩かれる代わりに何千万とか何億円のお金を得るというビジネスモデルをやっているわけなので。 表裏一体なんですよ。名前が汚れる代わりにお金持ちになるっていうビジネスモデルをやっているのでそこは全て自己責任なんじゃないですかという話をさせていただいたんですがそれと同じことが言えますよね的な話を動画の中でさせていただいたんですがじゃあ公開しよう で段階になったタイミングで違和感が出てきてしまったんですねこの私違和感のつぶつぶって呼んでいるんですけどこのモヤモヤが出た時は立ち止まって考えるようにしてるんです皆さんも何か新しいビジネスを始めようだとかどっかのネットビジネスの塾とかスクールに問い合わせをした時に違和感のつぶつぶ モヤモヤみたいなものを感じたときは立ち止まった方がいいタイミングですから希少性の原理だとかマーケティングのいろいろな手法を使って向こうはその日に入学させようと思って躍起になると思うけれども立ち止まった方がいいタイミングなんでそこはぜひ覚えておいてください少なくとも自分はそういう考え方を持っている人間なので立ち止まったんです公開前になんか自分の理論に関して不合理が生じている理論的じゃない 合理的じゃない部分が生じているような気がしてよくよく考えてみたらあれそもそもうさんくさい人はうさんくさい人と組むうさんくさくない人はそもそもうさんくさい人と組まないよねとこの発言ってフランチャイズチャンネルさんにも当てはまるんじゃないかなって思っちゃったんですよ要するにフランチャイズチャンネルさんが鴨頭さんとある種コラボを行って動画を出されたこれって フランンチチャャイズチャンネルさん、今、林社長はいい人だみたいな逆にコントラストで株が上がっちゃってるような段階なんですがなんかそれ違うんじゃないかなっていうモヤモヤが出てきてしまったんですねその後の時系列簡単にお伝えします全部下に関連の URL だとか動画だとか Twitter だとかそういったもの貼ってますのでご確認いただければと思うんですが フランチャイズチャンネルさんで、鴨頭さんの焼肉マフィアについての動画を見ました。先ほどお伝えした通り、そのフランチャイズチャンネルさんに対しての違和感をなぜか感じてしまったんですね。そこで、フランチャイズチャンネルさんの動画を見返していたら、上社長と前田社長の曲がりでマジ牛タン騒動の動画を見つけました。下に全部リンク貼ってます。 要するに曲がりでマジ牛タンっていうサービスを提供していた常社長が飛んじゃったっていう動画なんですがこの動画の中で常社長の行動に不可解さと違和感を感じてしまったんですねなんで飛んじゃったのか事前にお金の相談もせず周りに たくくさん助けてくれるる人がいるそもそも城社長っていうのは令和の虎チャンネルっていうものに出ていた方なので周りに経営陣たくさんいるわけですよ資金を提供できるような人たちがたくさんいるにもかかわらずろくに相談もせずに資金繰りがどんどん悪化してしまって飛んじゃったそれに対してどうもおかしいなっていう感覚を感じたわけですね でさらに動画を見進めていくと「令和の虎チャンネル」でジョー社長についての報告動画を見つけましたその報告動画の中では要するに上社長がなぜか飛んじゃったっていう話をしているんですがなぜ名指しでジョー社長はここまで追い詰められる必要があるのかもちろん飛んじゃったのはよろしくないことかもしれないけれども人が飛ぶ理由って必ず少なからず深刻なものがあるわけじゃないですか しかも周りでたくさん相談できるような社長人がいるにもかかわらず飛ぶってことはこれなんかその社長人に相談できない何かしらの状況があったのかなだとか邪推してしまったんですねでさらに、上社長について調べていくと竹之内社長が「令和の虎」の上社長の破産について語っている切り抜きの動画を見つけたんですがそこでも上社長は何かおかしいところが前からあった。 みたいな話をされていんてな,なんだろうこの違和感は不可解さと違和感がどんどん降り積もっていったんですねでそれでさらに調べていったところ Z リーさんのツイッターを見つけましたそのツイッターのリンクも下に貼っておりますがこの牛タン屋の城社長って方は令和の虎の人たちにかなりお金をむしられてたとたかられてたと 番組に出るだけで参加費として1000万円以上取られたりだとか違法賭博の代金だとかあとはキャバクラの代金だとかを押し付けられていたっていうツイッターの投稿を見つけましたそしてそのツイッターの一連の Z リーさんの投稿を拝見してようやくモヤモヤが晴れた気がしましたこれが一連の流れなんですよさらに細かいこと言うと原田栄光さんについてもちょっと 微妙に引っっかかるところがあったんですなぜならば原田栄子さん、まあ、マックの社長ですよ、細かいこといえば2004年の2月に日本マクドナルド株式会社の代表取締役副会長兼 CEO になった方なんですが。 実はこの方、今マクドナルドのイメージが先行してますけど、その前の1997年の4月には、アップルコンピューター株式会社の代表取締役社長にも就任された方なんですね。そして当時、ご存知の方いらっしゃると思うんですが、iMac G3 っていう丸みを帯びた形状のパソコンをガーッと展開して、KFC に陥っていた日本アップル の業績を V 字回復させた立役者の方ではあるんですけれども2021年の2月19日に障害の罪で略式起訴されている方でもあるんですよ奥さんの腕や足をゴルフの練習器具で殴った疑いで略式起訴されているんですがそれがあったので原田栄子さんは神だっていう立ち位置で動画を出すことにもちょっと一部の 違和感みたいなのを感じてしまったっていうのもちょっとした理由であるんですがメインの理由はフランチャイズチャンネルさんに対する違和感だったわけですねフランチャイズチャンネルや令和の虎チャンネルに出演されている経営陣の方々に対する違和感は私の中で正直直接的な今回の一連の原因の元凶になっているとも言えなくはない鴨頭さんだとかあとは最近だとまこなり社長とか に対する違和感よりもものすごくドス黒いものを感じるんですねさらに言えば私情報商材屋だって言ってユージさんだとかマナブさんだとか池ケさんだとかあとはサコさんだとかそういった人のビジネススタイルっていうのも思いっきり批判してますけれども彼らは一番分かりやすいうさんくさ,さなんですよ生きてビジネス論を投稿して自分がやってることは尻滅裂でとにかく自分を正当化したい っていう感じの人たちなんですねで鴨頭さんとか眞子り社長に関してはそこにちょっと宗教観が出てきてしまう特に鴨頭さんはバキバキの信仰宗教観っていうのが出てきてしまってるからひとひねり加えられたようなうさんくささなんですがガチのビジネスの経営者の人たち火の打ちどころが一見なさそうなフランチャイズチャンネルだとか令和の虎チャンネルの人たちに対する違和感って 一番得体が知れなくて個人的には怖いです。 言うてもネット上に転がっているいろいろな情報っていうのを私が書き集めた結果自分なりにモヤモヤが晴れるポイントを見出したらそうなったっていうだけで私の試験に過ぎないんですがネットビジネス10年やっていてどっかの有名なネットビジネスの神みたいな人の会社の人たちが乱チき騒ぎを行っていただとかある有名なでっかいネットビジネススクールの講師が 奥さんと子供がいるにもかかわらず生徒さんに手を出してかつその人が家族は大切ブランディングをやっていただとかそういったドロドロっとしたものっていうのを直接見聞きしてきたような人間なので余計に商売の世界ってどす黒い汚らしさを持ってる人が多くいてそれが思いっきり待って 本当な経営陣の人ほどそういう状況になり得てる可能性が高いのではないかなと個人的には思うところもあったんです最後に前言させていただいた通り無理やり着地させていただきますと自分が行っているネット物販ってそう考えると本当にクリーンだなって思います通常の実業ってやっぱかっこいいじゃないですか でも、その実業ってその経営者同士の変な付き合いとかが必要だったりするわけですね。自分からしてみればそういったスタイルのコミュニケーションっていうのは嫌なんですよね。ただ、生徒さんと懇親会で楽しく飲んだりだとか、しがらみなくワイワイ情報交換したりだとか、一緒に高知卸市場行って夜ホテル近くのバーでカクテル1杯飲んだり、飲めない人は無理せずソフトドリンク飲んだり。 情報共有しあったりだとかすするのは好きなんですよ。今回の違法賭博だってそうじゃないですか私もネットビジネス界のめちゃめちゃ有名な人のマンションに行って麻雀の台打ちしたこともありますけれどもなんしたくないんですよね おそらく今、会社、で従業員として働いている方も、会社の飲みニケーションやらなんやらで、行きたくもない接待に行ったり、接待させられたり、聞きたくもない愚痴っぽい話を聞かされたりするっていう環境に嫌気がさして、どっか別の仕事を探したいって思って、ネットビジネスだとか、ネット物販だとか、ググり始めた方が多いと思うんですが、ネット物販、ネットビジネスっていうのは、クリーンですよね、そういった面で。意外と 皆さんがすごいと思ってる実業の経営者の人たちも経営陣内での遊びが結構ドロドロしてたりえげつなかったりすることもあるなっていうのを覚えておいておくとなんか今までこの人すごいなと思ってたけどなんか感じる違和感そういったものの正体が限界かから垣間見えてくるんじゃないかないいと思います今回の動画終始冒頭でもお伝えした通り何言って 飛んだこいつという動画になってしまったかもしれないですけれども少しでもご参考になれば個人でございます最後までご成長くださりありがとうございますもしよろしければまあ多少参考になったかなって思った方は高評価チャンネル登録いただければ幸いです